すいません、はい、お家で作れる美味しいパスタなんかないですか。ああ、今回はちょっと凝っちゃっていいですか。簡単のばっかりじゃつまんないじゃないですか。確かにね。でもそこまで難しくないんで、行きましょう。今回作っていくパスタはマッシュルームと生ハムのクリームソース。これね、マッシュルームと玉ねぎでこう凝縮したペーストを作って詰めて濃い。でそれをねクリームソースに溶いて、でちょっとマッシュルーム残しておいて、2段階でねフレッシュのマッシュルームを削って、これがねめっちゃ美味しいんですよ。誰かが来た時とか彼女に作るとか、相手をもてなすっていうことをねテーマにね今回パスタを作っていこうかなと思います。行きましょう。泡が出なくなるまで、だいたいイメージで言うと最初の量の半分ぐらいまで詰めてください。ここポイントですね。そしたら揚げる。ペーストを入れるとちょっと重くなってきますので、これぐらいのとろみで OK です。スライサーみたいなやつがなかったら包丁で切ってください。マッシュルームなんですけど、なるべく鮮度のいい新鮮なのを使ってください。いただきます。うん、うまい。いやこれ嫌いな人いないでしょ。これみんな好きな切り口なんで、だからねこうもてなす料理としていいかなと思って、ぜひねここぞという時に作ってみてください。